完結したら述べをがっつり読もう。どうも、ゆきともです。今回の動画テーマは、まとめて読んで大満足、完結済みラノベ10選ということで、ゴールデンウィークも始まって、時間がね、結構あると思いますので、まとめて一気に読んでほしい、完結済みラノベをバチコリ紹介したいと思います。まあ、ある程度ね、長めの休みがないと、関数多いラノベって読めないですからね。まあ、今回はね、ゴールデンウィークを潰す可能性すらある、ガチで面白いラノベを本気でお勧めしていきます。今回はね、少し古めなラノベもありますが、どれも傑作ですので、ぜひこの機会に読んでみてください。それではやっていきましょう。まず一作品目はこちら。無職転生、異世界行ったら本気出すです。ナロー原作ラノベの中でもトップクラスの人気を誇る本作。読み始めたら止まらない中毒性のあるシリーズですよね。まあ、ウェブ版もね、随分前に完結していますが、昨年書籍版の方も全26巻で堂々完結しました。まあ、ラノベ史上の中でもね、ほんと屈指の名作ですし、個人的にも今まで読んだ全ラノベの中でもトップ10に食い込んでくるくらいの超傑作だと思っています。やっぱり無職転生のすごいところは、主人公のルーデスの人生をまっすぐに描き切ったっていうことですよね。異世界転生したばかりの幼少期から、様々な出会いと別れを経て描かれる少年期や青少年期、そして世界の核心に迫っていく青年期など、作中で結構長い時間が経過する物語なので、その分読者の思い入れも半端ないんですよね。まあ主人公がね、結構変態だったりと、序盤こそ癖はあるんですが、そこさえ超えちゃえば、キャラ、ストーリー、世界観と非の打ち所がない完璧な物語が味わえます。テレビアニメ第2期が7月から放送になりますけど、個人的には原作の面白さもね、ぜひとも体感してほしいので、この機会にね、がっつり読んじゃってください。面白さはもう 100% 保証します。続いてはこちら、ゼロの使い魔です。小説家になろうで異世界ジャンルが爆発的なヒットになる前から大人気だった本作。異世界ラノベのパイオニアと言っても過言じゃないかもしれませんね。こちらは本編に関しては22巻で完結しているほか、サブエピソード的なものをまとめた短編集や外伝などもありますね。まあ、作者の山口昇先生が志半ばにして亡くなってしまうっていう悲しい出来事もあったんですけど、残されたプロットと意思を引き継いで物語が最後まで描かれたっていうのは、ラノベ史に残るとてつもない偉業だったと思っています。まあ、本作の素晴らしいところは、まずはやっぱりキャラクターの魅力ですよね。メインヒロインのルイズに関しては、アニメ版だと釘宮理恵さんが声優をしていたこともあって、ツンデレヒロインの代名詞っていう感じですね。まあ、ストーリー的にもね、異世界ファンタジーにラブコメが組み合わさった物語は、現在の異世界ラノベの流れをめちゃめちゃ先取りしていました。これがね、20年近く前に刊行が始まっていたっていうんだから驚きです。もちろんね、ラブコメだけではなく、仲間たちとの絆を深めて、巨大な敵に挑んでいく、シンプルながら力強い物語も最高です。おそらく多くのラノベに影響を与えた、不朽の名作ですので、一度読んでみるっていうのはね、めっちゃありだと思います。お次はこちら、灼眼のシャナです。シャナはね、個人的にもめちゃめちゃ思い入れが深い作品で、お金がなかった学生時代に繰り返し読むほどハマっていたラノベです。こちらも本編としては22巻まで発売していて、サイドストーリーもかなり発売しています。重厚的な現代異能バトルで、シリーズ累計860万部を突破した、ラノベ史に残る傑作です。まあ、シャナのすごいところはやっぱりね、世界観の作り込みですね。まあ、人類史の裏で行われている人間を食らう化け物とそれを狩る存在の戦いが、ものすごく緻密に設定されているっていうのがすごいです。設定資料集にしたらね、とんでもない情報量になると思いますね。まあ、それでいて、一般人の主人公がヒロインとの出会いを経て、非日常に足を踏み入れていく王道のボーイミーツガールとしても、めちゃめちゃすごいんですよね。まあ、最近ね、一巻を読み返したんですけど、開始数ページからの引き込みがすごくて、十数年ぶりに読んでもね、全然楽しめました。関数が進んでいくと、キャラ数がね、まあとんでもない数になるので、情報量がね、もう凄まじいことになっちゃうんですが、たまにはこういうね、いい意味で重たい物語を読みたくなるっていうもんですよね。まあ序盤から貼られていた全ての伏線を綺麗に回収していきますので、物語としての完成度もピカイチです。シャナみたいな現代のバトルラノベ、個人的にはね、もっと増えてほしいですね。こちらもね、ラノベ史に残る傑作ですので、ぜひチャレンジしてみてください。続いてはこちら、戦闘城塞マスラオです。この作品はアニメ化もされていませんし、知る人ぞ知る傑作ラノベですね。人によっては全ラノベの中で一番好きっていう人がいても全然おかしくないと思います。こちらのシリーズは全5巻で完結していて、
比較的短めなシリーズっぽく見えるんですけど、作者の林智明先生の作品は世界観とキャラを共有していて、別シリーズとして展開することが多いんですよね。まあ、実際にはね、これらの作品をまとめて読むと、より物語が楽しめる仕様になっています。まあ、正確に言うと、まだ複数作品世界観を共有しているものがあるんですが、まあ、この4シリーズを読むと全体的なまとまりがいいと思います。まあ、ただね、その中でも個人的におすすめなのは、この戦闘城塞マスラオですね。もういきなりね、これを読み始めても OK です。このシリーズはね、5巻っていう短い巻数で、本当に最強レベルの盛り上がりが楽しめます。まあ、ストーリーを大雑把に話すと、引きこもりの青年が謎のバトルトーナメントに参加することになり、相棒のヒロインと共に世界の命運をかけた戦いに挑んでいくって感じですね。マジで何の力も持たない一般人の主人公が、ハッタリで戦いを乗り越えていく展開は必見です。個人的にはね、本作の主人公ヒデオは、ラノベ主人公の中でも一番好きな主人公かもしれません。ニートで引きこもりなダメダメな青年が、一歩ずつ成長していく展開はね、本当に涙が出るほど感動的なんですよね。特に最終巻となる第5巻のクライマックスは、今まで読んだラノベの中でも、最も感情を揺さぶるシーンに仕上がっています。マジでね、年一で読み返すくらい素晴らしいので、未読の人はね、ぜひとも本シリーズ手に取ってみてください。続いてはこちら、フルメタルパニックです。こちらも往年の名作ラノベですね。ラノベでは数少ないロボットが登場する作品なんですが、それでもね、もう最高傑作と言っても言い過ぎじゃないラノベです。まあ古い作品なので、巻数が多いと思われがちなんですけど、本編自体はね、12巻と結構少ないんですよね。まあ1巻あたりのね、ページ数もそこまで多くはないので、本編を追うだけならね、意外とサクサク読めると思います。ギャグ特化の短編集もね、かなり出ているんですけど、そちらは本編を読んだ後、気が向いたら読むっていう形でも OK です。まあ、本作はね、ロボットラノベとしての知名度は非常に高いんですけど、それよりもまず、ボーイミーツガールとしての完成度がすごく高くて、戦いしか知らない少年が、破天荒なヒロインとの出会いを通じて成長していく、ヒューマンドラマが魅力的で素晴らしいんですよね。謎の組織に追われるヒロインをエージェントである主人公が助けるドタバタコメディも面白いですし、世界を変えようとする敵対組織とのシリアスな殺し合いもギャップが効いていて最高です。アームスレイブって呼ばれる作中の人型兵器もめっちゃかっこいいですし、バトルシーンの迫力もね、すごくいいんですよね。特に最終巻の盛り上がりはね、本当にすごくて、とあるキャラクターと主人公の最後の戦いは、マジで涙せずに読むのは不可能でした。こちらね、ロボットラノベを読んだことがないっていう人も、絶対に読む価値のある作品なので、ぜひ一度読んでほしいです。お次はこちら、とある飛空士シリーズです。こちらはね、大河ロマン的な空戦ファンタジーとなっていて、劇場アニメ化なんかもされていましたね。こちらはね、複数のシリーズが展開されていて、シリーズ全体としては17巻で綺麗に完結しています。シリーズ展開としては、第1巻にあたる、とある飛空士への追憶から始まって、恋歌、野草曲、制約と、全4シリーズで展開します。ちなみに主人公や舞台は変えているんですけど、世界観はがっつり共有しているって感じですかね。ひとまずね、一番最初に発売された、とある飛空士への追憶が、1巻で綺麗にまとまっているので、手始めに読むならね、最適だと思います。まあ、ストーリーとしてはね、架空の世界で描かれる戦争と、それによって運命を変えていく少年少女たちのボーイミーツがあるって感じですね。ロボットではなく、戦闘機による空戦が描かれますので、手に汗握るドッグファイトも楽しめます。ただ本作のメインは、過酷な運命の中で出会う少年少女たちのヒューマンドラマですね。様々な国や時代の中で必死に生きていくキャラクターの人生が切なく描かれていきます。作者のね、犬村コロク先生は、マジでこう、読者を絶望に落としてから救い上げるのが上手い作家さんなので、手のひらの上でね、コロコロされながら感情を揺さぶられるっていう感じなんですよね。まあ、最終シリーズであるとある飛空士への制約は、すべてのシリーズの総決算として素晴らしい大団円になっていますので、まあ、とんでもない感動を味わいたいっていう人は、ぜひとも本シリーズチェックしてほしいです。続いてはこちら。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。このシリーズはね、アニメもがっつりやっていますので、結構な人が作品に触れたことがあるでしょう。ただ個人的には、俺ガイルはラノベだからこそ、その面白さを十二分に発揮できる作品だと思っています。ちなみに本編は14巻で完結済みです。まあ、一応ね、現在も別ルートを描くパラレルストーリーが展開していますし、続編の噂なんかもあるんですけど、まあ、ひとまず区切りはついているって感じです。まあ、俺ガイルはね、ぼっち系のひねくれ青春ストーリーを確立した、エポックメイキング的な作品ですよね。俺ガイル発売以前、以後で切り分けても違和感がないくらい、ラノベ界に衝撃を与えた作品だと思います。
それと俺ガイルはね、なんといっても文章の面白さが最高です。アニメではね、かなりカットされちゃってるんですけど、細かいパロネタと主人公ハチマのキレキレのモノローグは、ラノベだからこそ楽しめるものだと思っています。物語が進むと、二人の少女の間で揺れ動く切ない青春ストーリーとしても最高ですし、青春ラノベの一時代を築いた作品なのは間違いないでしょう。まあ、今年ね、10周年を迎えて、新作ゲームの発売や、いろいろなプロジェクトが動いていますので、今年もね、まだまだ盛り上がっていきそうです。続いてはこちら、ゲーマーズです。青井関奈先生の作品だと、生徒会の一存シリーズとね、ちょっと迷ったんですけど、個人的にはゲーマーズの方が気に入っているので、今回はこちらを紹介しちゃいます。こちらはね、本編は12巻で完結済みです。ラブコメラノベとしては、しっかりと続いた、程よい関数って感じですかね。本作は、個性的なゲーマーたちが、勘違いとすれ違いラブコメを繰り広げる、ドタバタコメディが楽しめます。ボケとツッコミによる応酬が面白いので、ギャグラノベとしてかなり優秀なんですよね。もうひたすらキャラがすれ違い続けていくだけなのに、めっちゃ面白いっていうのは、やっぱりね、ベテラン作家ならではの自力の高さを感じます。てかね、やっぱり青井関奈先生はキャラの組み立てがうまいんですよ。どこか抜けているキャラたちが変な形で歯車が噛み合って予想外の方向にストーリーが進んでいくっていうのが本当に笑えます。それでいて要所要所で切ない恋愛ストーリーを挟んでくるので全体的な満足度がかなり高いんですよね。まあ、個人的にはね、メインヒロインの天童さんよりも千秋の方が好きだったりします。こちらね、笑える感動青春ストーリーが読みたい方はぜひともチェックしてほしいです。続いてはこちら、妹さえいればいい。こちらはラノベ業界を舞台にした、いわゆるラノベ作家ラノベですよね。個人的にはこの手のジャンルの中で最高傑作だと思っています。こちらは14巻で完結していますね。サクサク読める作品なので、あんまりね、意識していなかったんですけど、関数は結構あるんですね。このシリーズは中堅ラノベ作家の主人公を中心に、仲間たちとワイワイした雰囲気が最高です。こんな友達が欲しかったって思えるくらい、人間関係が魅力的なんですよね。まあ、さらにね、荒唐無稽なぶっ飛びギャグや、程よいエロシーンもあるので、サクサク読める手軽さもあります。それでいて、ラノベ業界ストーリーとしてのガチ感もバッチリなので、熱いクリエイター作品としてもかなり楽しめます。関数が進んでいくとね、どんどんクリエイター部分がね、面白くなるんですよね。それと、いろいろなキャラの人生や人間関係にスポットが当たるので、登場キャラ全員が主人公って言ってもいいくらいです。主人公以外の恋愛周りのエピソードも面白いので、どのキャラにも愛着が湧くっていうのがいい感じです。まあ、ゆるく読める日常ストーリーでありながら、クリエイターたちの熱い気持ちも味わえるラノベなので、そういった業界ものが好きな人は、偏見を持たずに読むことをお勧めします。そして最後はこちら、境界線上のホライゾンです。このシリーズはね、ゴールデンウィークどころか、数ヶ月を潰す気持ちで読まないといけないぐらいの大ボリュームな SF ファンタジーですね。本編は29巻で綺麗に完結済みですが、この関数表記では言い表せないほどの異次元のボリュームになっています。全巻合わせた総重量は13キロ。この画像を見ただけでわかる一冊あたりの分厚さですよ。まあ、1巻あたり1000ページ超えもザラなので、普通の文庫本の3冊分くらいのボリュームです。まあ、つまりね、29×3 で、まあ、実質90冊分くらいの文章量になっているわけです。いやー、やばすぎますね。ただそのボリュームに裏打ちされた圧倒的な情報量とエンタメ密度は、ラノベ界でも最高峰でしょう。ヒロインの感情を取り戻すために世界を敵に回し、大立ち回りを繰り広げるっていうのが大筋のストーリーですけど、癖の強すぎるキャラクターたちに加えて、現実の歴史を再現する世界観や、異能バトル要素、巨大ロボットや戦艦でのバトルなどなど、とにかく古今東西のあらゆるエンタメをぶち込んだ凄まじいシリーズになっています。まあ、それでいて、ポップなギャグでシリアスになりすぎないバランス感覚っていうのもすごいです。まあ、これはね、ハマると抜け出せない魔力がありますね。まあ、ぶっちゃけね、癖の強さは相当ありますし、今から読むのはもう死ぬほど大変なシリーズですが、できればね、序盤の物語だけでも読んでみると、新しい面白さに気づけるかもしれません。はい、ということで今回は完結済みの傑作ラノベを10作品紹介しました。どの作品もボリュームたっぷりで面白いので、ゴールデンウィークを全部潰してでも読む価値はあると思います。こちらね、気になったラノベがありましたら、ぜひ読んでもらえると嬉しいです。以上、本動画はここまで。よければ高評価か、もう一本別の動画を見てもらって、チャンネルを応援してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。